その3つの一等星の中でひときわ明るい星がシリウスです。焼き焦がすものという意味を持つこの星は、夜空に輝く星座を形作る星たちの中で一番明るい星です。ここにあるのは大犬座。なんだか思わずおてって言いたくなるような姿ですね。大犬座のすぐそばには鳩座があります。加えているのはオリーブの枝です。なぜオリーブの枝を加えているのでしょうか。それは旧約聖書に由来しています。大昔、世界を飲み込む大洪水が起こった時、ノアの箱舟に乗って生き残った動物たちの中に鳩がいました。ノアによって放たれたこの鳩がしばらくしてオリーブの枝を持ち帰り、陸地の出現、つまり大洪水の終わり